ヘンリー・バージェビンヘンリー・バージェビンは、アメリカ合衆国の軍人。中国名は白シ,シブ文。アメリカ合衆国のオスカロライナ州出身。父親は、フランスの軍人であった。清に来て、上将軍に加入し、太平天国との戦いに当たった。初代隊長のフレデリック・タウンゼントウォードが戦死した。後、第二代隊長となった。彼と朝の役人との関係は良くなく、 動員の要望を大出して、軍資金4万余り、元を奪ったとして、チャンス準備のり交渉によって、隊長を解任された。1863年7月、奮撃した、彼は一部の部下たちとともに、太平天国軍に身を投じた。そして当時、蘇州を守備していた、忍ぶ大丹小光から、兵の教練を任されることとなった。バージェビンは、 本来独立した一軍を率いることを期待していたが、実際には少数の部隊しか与えられず失望していたところに戦況が悪化していることもあって、10月に上将軍のチャールズ・ゴードンの元に投降した。上海に戻った後、アメリカ領事によって日本に護送され、再入国を禁止された。1864年2月に上海に戻ったが、アメリカ領事によって、 日本に送り返された。1865年、長州による侍、王利を県に合流しようとしたが、その途中あもいで捕らえられた。真の役人は護送途中に彼を溺死させたが、アメリカ側の抗議を恐れて、不慮の事故だったと発表した。ありがとうございます。